サンダル。サンダル。サンダルは、足全体を包まず、紐やバンドなどで足に留める、履物の総称である。西欧語における、サンダルの語源は、中世後期に遡る。ギリシア語のサンデラヨンから、ラテン語を経て、英語、ドイツ語、フランス語などへ入ったと考えられる。なお、当時の西洋における器物との対比から生じたもので、あると考えられている。 サンダルの語源は古代アジア、古代オリエント起源だろうと考えられている。サンダルは古くからある履物の種類で様々な材質、形式のものがある。基本的に足の少なからぬ面積が露出しているため、足を守る機能は減税られるながら通気性に富み、また柔軟な素材で作られているものは足を角に締め付けない。その多くが履物一般のうちでも軽量である。 なお、上述の足全体を覆わない紐やバンドで足に留める履物という定義では、下駄や草履もサンダルの一種ということになる。日本においては、下駄や草履はサンダルに含めないことが多いが、ゴム製のサンダルをゴム草履と呼ぶことはある。世界的にも様々な類型があり、その形状も多様で、一般にサンダルとみなされる履物では、伝統的スタイルから派生したものから、 現代的な素材とデザイン等を導入して機能性を求めるものまで見られる。現代においてサンダルはフォーマルな場で着用されることはまずなく遊びや日常生活の中で測れる傾向が強い。仕事においてもホワイトカラー労働者のうちでデスクワーク先住者は革靴で足が群れるのを嫌い、サンダルバキで仕事をするものも見られる。革靴風のスリッパもあり、 かかとや靴紐が存在し、かかとを覆う部分や、内側も外側ととも色のスリッパやサンダルもあり、社内で勤務す会社員に利用されている。ただし、かしこまった場での対面が重視される窓口の応対係や外交販売員が着用するのは、特に男性の場合にタブーとされているが、環境対策などを目的とした衣服の軽装化キャンペーンである。 クルビズの普及に伴って、服装規定も緩やかになり、夏場は女性の必須アイテムになりつつある。その一方で、カジュアルファッションのうちでは、男女の別なくそれなりの地位を築いた製品もあり、軽便な履物という位置づきに収まらず、日常的に愛用するものも見出せる。動物の比較、天然ゴム、ポリウレタン、プラスチック、人工ゴム等、以下はほぼ、 日本における俗称で正式な分類ではない。ヘップサンダル、ミュールとは、オードリー・ヘップバーンが映画の中で着用していたようなヒールの高い女性用のサンダル。近年はミュールと呼ばれることが多い。英語圏では、ハイヒールサンダルとは区別されており、つま先が靴内に収まる形状、デザインが分類されるようである。ハイヒールサンダル、ハイヒールドサンダルズは、 主に英語圏、ミュールとは区別されており、つま先が露出する形状、デザインが分類されるようである。メンズヘップサンダルとは男性用合成比較サンダルを意味する業界名。ヘップサンダルという言葉がサンダルの代名詞として一人歩きした結果生まれた、用語で形状などは特に問わない。単にヘップと略されることも多い。 履物屋や量販店で安価に販売されている。ベンハーサンダルとは足の甲を止める、幅の広いベルトに鼻緒が連結されているもの。日本だけの名称であり、映画、ベンハーで主演のチャールトン・ヘストンが着用していたことに由来する。ヤンキーサンダルとは、エナメルやラメ塗装、氷ョウ柄、ハローキティのデザインなどが施された派手なサンダルである。本来は、 女性用だが男性の愛好者も多い。かつてはヒールの高いミュールタイプが主流だったが近年ではかかとのないものの方が人気である。ビルケンサンダルとはドイツの靴、メーカー、ビルケンシュトックの製品及びその模倣品に対する俗称。ビルケンシュトック社製のサンダルはデザイン性が高く人気であるため同社のベストセラーであるアリゾナや フロリダのコピー商品は数多く出回っている。サボサンダル、クロックとは、キ物サボ、フツゴのように、足の甲からつま先まで覆い、かかと部分だけを露出した状態のサンダル、クロックスもこのジャンル。ゴムゾウリとは、鼻を有する、一般的なタイプ。ビーチサンダルの大半はこの形状。カリプソサンダルとは、ゾウリ型の作りで、ソウル、 靴底に厚みがあるものを刺す。鼻緒が太く、機能的には接待に近い。ゴムサンダル、フィッティングサンダルとは、ホームセンターなどで安価で販売されている、一体成型のゴム製サンダル。トイレで用いられることが多いことから、便所サンダルなどと呼ばれ。ゴムサンダルのうち、カリプソタイプのものは、小笠原諸島で魚産と呼ばれ、広く親しまれている。健康サンダルもこのタイプ。 つっかけとは、日本などで見られる簡易的な履物。木製の板にゴムやビニールの帯がついており、これを足の甲に引っ掛けて履く。下駄の変形とも言えるが、日本では屋内では靴を履く習慣がなく、土間に一時的に降りる際や、近所に出かける際に、簡易履物として利用される。こちらも別名、便所サンダルとも呼ばれ、両津柑気地の履物としても知られている。 ガンディーサンダルとは木の板につまみのような突起があり、これを足の親指と人差し指に挟んで使用する。足の指をある程度訓練しないと使いにくい。マハトマガンディーが愛用したと紹介されたことから、この名で知られているインドの伝統的な履物。しかし現在残るガンディーの写真では、主に革紐を使った簡素なジャッパルと呼ばれる足の親指を通す。 輪のついたサンダルが映っているため、この呼び名の出所は不明である。ただし、インドでは、革サンダルも、木製のつまみ付きサンダルも、どちらもチャッパルと呼ぶらしい。現代でも利用される革紐を組み合わせた、履物としては、ギリシア人、ミュールやローマ人、カリが、さらに遡れば、古代オリエント文明発祥と考えられる。なお、 似たような履物は温暖な気候をしている地域ではよく見られる。動物の比較等を利用していた文明では、現在サンダルと呼ばれる履物は、ごく一般的なものであったと考えられる。また、わらじなど、サンダル上に植物性の素材を編んで作ったものも多岐にわたり、広範囲にその類型が見出せる。ゆえに、その起源に関しては、どこであると一位に定めることはできず。 世界各地の古今や東西を問わず、サンダルのような簡素な履物が見出され、考古学の範疇でもこれに類する遺物も発見されている。例えば、アメリカ合衆国オーレゴン州のフォートロック洞窟で1938年に発見された樹皮を編んで作られたものは1500年ほど前のものであると見られている。比喩表現としては、サンダルという履物の持つ 性格付けから、フォーマルな場ではなく、日常的な生活に利用する移動手段、特に必要最上限の交通手段としての、軽自動車やコンパクトカー、あるいはミニバイクや自転車などに対して、サンダル、ないしュゲ代わりと表現されることがある。これは前日の通り軽便な履物であるサンダルになぞらえた表現で、近所への買い物や、最寄り公共交通機関のアクセスポイントとなる。 鉄道駅などへの移動に利用される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。